皆さんこんにちは、ダイダラです。スーパーカービィハンターズ、今日もやりましょう。さてね、前回このなんだろう、みんなが待っている画面でフランキスちゃん、フランルージュちゃんとかね、スターライズのキャラクターが出てきたりとか、いろいろな変化がね、なんか起こってきたんですよね。ザンパルルティザーヌちゃんとかもいつか出てくるんでしょうか。で、裏でねレベルを上げて、現在レベルは38まで上がりました。イエーイ。そして勇者ランクは322。見てください、300超えたら王冠の形がなんかね豪華になりました色は変わらないんですけどね、形が豪華になりましたね。400で多分金色かなって感じ、多分なんでね、ちょっと頑張ってまた勇者ランク上げていきましょうか。はい、では今日もねストーリークエストいきます。ここら辺にあるやつはね全部勇者ランク全部埋めて、プラチナランクも取っております。やったぜ、結構頑張った。さて、じゃあとりあえず大決戦いこうか。こちらです。今日戦う敵は試練クエスト、おすすめレベルは38まで上げてきました。鬼難易度のランディア EX。 ランディアが色違いになっちゃったね。え、行ってみましょうか。説明だ。再び降臨した四つ首の守り神は真の力を解放した。決戦の試練クエストだ、挑みたいと思います。真の力を解放した、だってね、ウィーの時は力出してなかったのか。さあ、やる気33も使う、すげえ使うな。さあ、で優勝ミッション見てみましょうか。アビスメタル装備でゴールド取れたって。分かった、任せろ。はい、ではね、こんな感じでいこうと思います。お友ちゃんがソード、ね、マジックビーム、ヒールドクターっていう感じで、俺だけハンマーでいこう。で、サポートアイテム、経験値玉使うとね、なんだろ、勇者ミッション達成できるのがあるので、サクッと使っておきましょうか。それでは挑みたいと思います。バトルスタート。勝つぞー。勝ちてーぞー。頼むぞー。勝負だ！試練クエストやからな、事前にあれ流れるはずやで、あ、流れへんかった、ね、さあ経験値 1.5 倍クエストです。いきましょう。ランディア、めっちゃ背景の炎を燃えたぎってる、熱そう。ここ勝負しようぜ。色がやばいなこいつ。ランディア、ランディア EX、 いくぜよ。鬼殺し、あたた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 、どう戦えばいいんだこいつ。うわー、痛え、9000ダメージ食らった。ヒールちゃん回復して、どう攻めるのがいいんだろう、わかんねえ。クソ、鬼殺し、鬼殺しをどこまで当てたらいいかわかんない。ほんとマックスまで貯めていいのか。ドラ2万、よし、ダメージ食らいつつも攻撃や。まだ来るぞ、まだ来るぞ。くらい、あー今風起こし、クソ、風起こし中は攻撃がやめろ。風起こしはハンマーには効くヒーリングエリアありがとう。よし、めっちゃ強いやんこいつ。ほら9000、クライシスもダメージ、どっち。よし、うわお、さあやっと半分与えました。ゴールドメダルは取れるんでしょうかこれ。さあ、ランディアはおこだよー。だって怒った、ランディア。よし、2万与えた。出た、うわっ、ありがとう。痛い回復して、ーヒールドクターちゃん、う、助けてほしい。回復なんだ、下ゲル吐くやつだよこれ。ヒールエリアありがとう。グワー、ダメだ。この頭ついてるやつ狙えばいいのか。めっちゃ強ないこいつやっぱ。よし、くらえ。カービィ死んだ、あ、ダイダラだこれ、死んだの。ダイダラ近づきた、起こしてダイダラ起こして、ダイダラ起こそうとして、みんな大変なことになってる。よし、最後の石板まだ、こいつ強すぎるだろマジで。さあ石板全部出た、石板取るぞみんな。取れた石板、誰取ってねえんだよ、取ってねえやつ俺だったわ誰取ってねえんだよって言って取ってねえの俺って恥ずかしいわ。さあ完璧パーフェクト、いいぞ、黄色くんしっかりしてくださいよ。さあ行きましょう。メテオやめてよ、6万7000、26が高いで、さあしっかりとかましていこうぜ。くらえ、ランディア EX めちゃんこ強かった。ハンマーの天敵やったなこいつ。あー、どっか行った、バイバーイ。いやこれねゴールドメダルは無理だったかもしれん、試練というか無理だわこれ。シルバーだわさすがに。あ、ゴールド行った、よかった。
2分かかったで OK なんだ。あ、やっぱ強い敵だからかな、これ。あー、嬉しい。よし、経験値 1.5 倍だ。イェイ。7000ももらったで。ありがとうございます。これこれこれ。さあ、アビスメタルセットでね、ゴールドメタル、なんとか獲得できました。やった。ミニ経験値でも3回使うも一緒にゲットできてね、いいね。325。徐々に徐々に増えてきましたよ、皆さん。さあ、街へ戻るってことは、なんかイベントが起こるのかな、ランディア倒したことで。うむ。おかえりカービィ、試練クエストのクリアおめでとう、ありがとう。また新しいクエストが出たみたい。しっかりレベルを上げて挑んでね。まだ出たの、新しいの。どんなクエストだろう、見てみましょうか。うむ。大決戦でかな。あ、大決戦で新しいクエスト。うん。アナザースージー、美しき侵略者が現れた。試練クエストに挑戦せよ。え、レベル40、高えよスージー。でもスージー挑もうぜ。ね、強えと思うけど。経験値玉の効果あと5分あるから、で5分で倒そう。いやー、スージーか。ロボポプラネットのね、可愛い子ちゃんですよ。秘書です。全員違うジョブで金メダル、プラチナメダルで金メダル、ね、40秒以内でクリアです。まあ、とりあえず全員違うジョブでゴールド以上目指しましょうか。ね、次元の叫びより降り立った彼方からの美しき侵略者、未知なる文明の力を退けよ。挑みましょう。じゃあ俺がマジックビーム使って、あとみんな別々で行きましょうか。で、ね、それでは挑んでみましょう。バトルスタート。バーサスアナザースージー。スージーちゃんです。歌歌います。やべ、勝てるかな。結構難しいクエストばっかだな。来たぜスージー、勝負だ。いきなり、なんだこいつの攻撃は。痛い。クソ、まずはパターンを見るところからだ。やめてくれスージー、その攻撃は俺に効く。回復させ、回復ありがとう。ヒールドクターの回復はやありがたい。だけどビーム俺全然打てないんだけど。俺を狙うのやめてよ。よしよしよし。じゃスージーちゃん、ほらレアなかけら出てきた。取って取って、みんなレアなかけら取って、ちゃんと。うん、ほらレアなかけら取ってよ、取ってよ、ちゃんと。じゃあほい、よっしゃ、しっかり取れたぜ。さあレアなかけら獲得、2回当てましたからね、これ。ほい、さあ時は止まった。今なタコ殴りだ、みんな。くそ、大丈夫大丈夫大丈夫。お供2のね、鬼殺し見事決まってたよね、今。他のみんなも攻撃してくれ。よっしゃ、やった、半分ゴールドメダルはいただくで。これはアナザー数字はおこだよ、おこまるさ。ほら、うわ、背景に映りやがった。まずい、これはジャンプ違う、狙われてる誰か。あー、衝撃波すごい。ロボポプラネット楽しかったよな。ここだ、よし、時止めアタックやな、これで。おお、さあスージーちゃんがまた衝撃波やめてね。さあ一つ目の石板が出現、あとちょっと、これ大丈夫だね。時を止まれ、行くぞみんな、殴れ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 、あと少しで倒せそうだ。みんなメテオ取るんや、メテオ取るんや、メテオ取る、あ、取らんでよかったか。ナイス、アナザースジー見事撃破だぜ。やっぱ時止め強いな。これはゴールドメダル以上いったでしょ。あら、スジーちゃんね、さよなら。赤髪も似合うね、昔ピンクだったよね。よし、肌が白くなってるしね、なんか。姉妹かな、姉妹。アナザー言ってるもんな。オッケー。さあ、ゴールドメダル。プラチナはちょっと難しいね。もうちょっとレベル上げなきゃ。やった。さあ、これで、勇者ミッションを見事達成。鬼アナザー数字をクリア。全員違うジョブでゴールドランク。また勇者ミッションを埋めてしまった。オッケー。レアなかけらも美味しいね。だー、新しい装備、 Z 強化も来たぜ。やったー、新しい装備でもね、かけらがたまってねえな俺今日は。あ、おかえりカービィ。あのね、ついに黒幕アナザーナイトミアとの決着をつける時がやってきたみたい。僕なんだか胸騒ぎ止まらないよ、絶対帰ってきてねカービィ。やべえ、アナザーナイトミアだって。ちょっと先見るか、ナイトミアレベルいくつかぐらい。レベル上げが必要だな、もうこれは。デリドン、レベル42って書いてた。ついに異界からの
魔法使いを追い詰めた決着の試練クエスト、まあ、これは次回やっていきましょうか。めちゃめちゃすげえ強えぞ多分。じゃあ、まあ、スージーちゃんだからな俺戦いてえのはスージーちゃんでレベル上げしとくわ。 OK、 さあとりあえずね装備見てみましょうか。ランク12の装備です。武器だよね。見てみましょう。テレシュマホロワ、マホロワ、天守か、ごめんなさい、天守マホロワ。よろずや繁盛の願いを願い作った記念品、実は秘めてる力を持った隠れた名品である、ね、チャージスピードが結構速いっていう、なかなか威力も高いですねこれ。で111の40なんですよ皆様。だけど見てください Z ランク見てみましょうか。 Z ランク2 Z ランクマジ強えな。魔法使いの末 Z ってね、やばくねこれ。使わなくてもみんななんか Z ランクばっか使うじゃん。でも俺はまずとりあえずレア高い方使っていきましょうかね。よいしょ。あ、買うより先に全部見ていきましょうか。天守魔法ロワヘッド、嘘がつけなくなるよってね、信頼できる魔法の帽子、嘘だろ。はい、じゃあ次ですね。ランク12の剣見てみましょうか。アナザーランディオン、あ、ランク12は全部アナザーシリーズかもしれないね。異界からやってきたランディアの力を宿している、悪しき者が手にすると災いが起こる。だってチャージスピードめっちゃ速いこれ。はい、でアナザーランディオンヘルム、完全色違いだな、ほんとすげえぜ。ねえ、マガマガ式クラウンにより力が暴走している。あ、クラウンなんかハブでな、あれのせいなんだ、呪われてるみたいな感じの。さあ次です。ねえ、胸中ダークマインドリベンジ、ダークマインドリベンジですね。復讐の力で闇の力が増大している。へえ、ねえ、胸椎ダークマインドリベンジ鏡の大迷宮なあ、リメイク出ねえかなスイッチで。ね、さてダークタランズラ、うわ、タランザの角見てこれマガマガ式なってる。ね、かつての主の姿に似てる。ね、セクトニアさんにちょっと似てるな。はい、じゃあ次ランク12のね武器見てみましょう。ダークタランザグラスね、もう一人の操りの魔術師をかたどったグラスだ。金髪が眩しい、金髪カラーだ。 OK、 じゃあとりあえず買いますね。いやいや、なんとか買えたわ。ねえ、全部購入完了です。ウェイ、すげえミッション達成だぜ。やった。さて、じゃあ残りはちょっとね、この人、うわ、どうびっくりした、金色かと思った王冠が。ワイワイクエストを埋めていこうと思います。ワイワイクエストもね、まだ攻略してないクエストがいっぱいありますので、そちらをね進めていきましょうか。そうだな、オンラインでやる、オンラインで世界のみんなと一緒に遊びたい俺は。さあオンラインでね、今からやったことないクエスト系を埋めていこうと思いますね。この辺もだいぶ埋めてきました、頑張ってるよ。40とか無理だよな。よし、この34アイスドラゴンとか挑戦してみましょう。まあ、ミッションとか特にまだやっぱ最初は気にせずね、倒していこうと思います。だから今回できた新しい装備使っていこうぜ。ヒールドクターとかでいいよ、ヒールドクター。タランザタランザかっけえぜ。よし、みんなを俺が守る。それでは挑みましょうか。高難易度アイスドラゴンです。さあ、うお、みんななんかキラキラした装備をねしてる人がいっぱいいますが、ね、うお、さあ俺も負けないように頑張っていこうぜ。これなんだこれ、アイスアタック、全然がねこれは攻撃でいいのかな俺は。よし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 、さあひたすら空中のなんかよくわかんねえビームアタック、なんか雷ビリビリドリンクできた、雷ビリビリドリンクアタック、すげえ入ったぜ今ダメージ。あ、時止まってくれた、ありがとう。じゃあ俺も一緒にやろう、一緒に開発しよう、開発。俺はメテオ取るぞ。あ、倒しちゃった？もう終わったの？レベル高い人いるとマジで一瞬で終わるな。だって俺見たことない装備が2人いるもん。やばいな今の。ありがとう、いきなりプラチナランク取らせてくれて。これだからオンラインはやめられねえわ。やったー、経験値も美味しい。やった、よっしゃよっしゃよっしゃ、レベル39。来ましたよ。でも42だよね、確か次のやつ、まあ、次の動画まで42まで上げとくとしてもっていう。すげえすげえすげえ、なんかやばいことになった。イエイ、勇者ミッションすげえ達成した。見て内容見てなかったけど、ヒールドクターでよかったんだよな。
誰かと30回以上クリア。誰かとプレイでね、基本裏でレベル上げた方が良さそうだな、今の勇者ミッションある感じだぞ。100回とかまであったら多分大変だしな。じゃあ次こっち行こうか。ラジローパーですね。ラジローパーさん、レベル28です。結構やってなかったみたいなので、パッと終わらしちゃいましょうか。倒すぜ。はい、行くぞーラジローパー。あの時空の裂け目か、あの星のマークなの結構好きよ。 OK、 さあ今回ハンマーできてます。ね、一定ダメージ結構食らうな。回復してね、俺のこと。ドララジローパーマジで体でかすぎるこいつ。よし、マジックビームの時止めがすごいね。はかどりそうですね、こいつ。なになになに、時止めてやろう。ほらほらほら、ナイスー。さあ時は止まってる。みんな、おっと、怒ってるぞ。なんで俺がダメージ食らったんだよ。押し出さないで俺の体を。ほら、ナイス止めー。いいぞ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 。ここであとはひたすら殴り続けるだけ。ドレイ2万5000稼いでいくぜ。さあ石板大量出現中。ドラ2万5000、石板取ろう。俺石板好きやからな。俺フレンドメテオしようぜ、みんなでね。メテオしよう、メテオ。おお、あと1個出せよお前、メテオ。うわ、効かん。あ、どこ行くねお前。はい、こういう当てで出してくれ、メテオ。いや石板、さあ4つの石板が全て揃って、さあだけど取ってくれない。うわあ、取ってくれ頼む、取ってくれ頼む。メテオしようぜ俺と。そう、メテオ取ってくれんのか、取ってくれんのか。これは取ってくれない流れだ、倒すしかねえ。オッケー、さあ撃破。メテオ見たかったな。でもメテオやっぱ長くなるからね、取らない人結構オンラインじゃ多い気がする。そんなことないかな、みんな。ウェーイ。でもメテオで倒せとかとどめもあるからね、あれ結構めんどくさいよね、それあると。うわ、あと1秒ちょっとでブラジナだったのにね、惜しかったね。まあ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 、オッケーでしょ。ハンマーでクリアの勇者ミッション達成や、これで。イエイ。いや、ラジローバーでハンマーは結構ね、やるのしんどそうだから、一人でね、やるんじゃなくて誰かとやった方が絶対お得ですよ。そんじゃ次、テレパトリス行きましょうか。テレパトリス、見た目俺結構キモいから嫌いなんだよな。レベル34です。行きましょう。OK、じゃあ行きましょうか。ね、テレパトリス、マジックビーム2のソード2ですね。俺が時を止めよう。当たる俺に。テレパトリスにさ、マジックビーム当てるの難しくねえと思って、当たるわ、全然。ガンガン出てこうぜ。ただ、降りてきた時な。降りてきたタイミングで。うわ、天才だな、今の。ナイス。さあ、時止めました。これ、時止めの天才、ダイダラによる、ね、時止めファッションショーやで。ファッションショーではない。みんな、いいダメージ入ったか。よーし。さあ、第一形態はこれで終わり。次だ。15秒やから、わずか。時を止まれ。あ、空振った。恥ずかしい。よし。時を止まれ。よし。3回当てたらいいんだよね、時止め、止まビームは。オッケー。誰かやられた？うおー、元気出せ。起こしてあげて。優しさ、優しさ見せてあげて。空振った俺。ごめん。よし。これは、うわ、この位置当たんねえだろう。降りてきた。よし。さあ、時は止まった。オッケーオッケー。あと石板。何？ 4 つ目出てる、4つ目出てる、4つ目出てる。みんな石板取ろうぜ。今回こそ石板取るとこ見たいな。みんなのちょっといいとこ見てみたい。石板取るとこ見てみたい。石板取ってメテオがしたいな。メテオがしたい。よし、来た。行くぜ、メテオ。ほい、あ、よし、完璧。いいね、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 いいね。俺だけか、やっぱ、大体最強だったな。かませよ。メテオやめてよ、4万。よし。もう少しでやっつけれそうだって出てないので、あ、出た。で一応、時止め狙っておきましょうか、一応。みんな、勝つぞ。オッケー！とどめ僕です。僕がとどめ刺しました。とどめ取るとマジで嬉しくない？あるよね。なんかこういう名前出るんだよ、みんな。ほら、大だらってほら、とどめ刺した人。嬉しすぎる。イェイ。プラチナ取れてよかったな、ほんと。レベルもうちょっとで40だね。よし、時間止めるシルバーメダルクリア、ゴールドメダルクリア、達成です。ふぅ、意外とかけらもくれる。もう少しだな、これは。オッケー。さあ、皆さん、じゃあ今回ここまでにしときましょうか。なんとかね、レア度とか高い装備を購入しつつあります。12までやってきました。
高くね？前12まであったっけ意外とビビってんだけど。さあ次回がね、ストーリーの終わりなんでしょうか、ナイトメアの EX ですかね、が出てくるっぽいんですけど、果たして俺は勝つことができるのか。ね、レベル上げて装備もたくさん買えるようにね、かけらも集めておきますので、次回もまたよろしくお願いします。チャンネル登録してない方、ぜひともチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。